あの大戦が終わって半年近くが過ぎた。臨時休校していたアストライア女学院も再開してから随分経つ。最近はクロスベルで事件があったり、王子殿下がご結婚されたりもしたけど、結局私たちが暮らしているのは戦争前と変わらない退屈な日常。そう、これが私の世界なんだよね、残念ながら。何と言えばいいのか、本当になぜこんなことに。
クルシアと申します。かような不安に苛まれる皆様の心情お察しいたします。この一件私たちで必ず解決してみせましょう。短い間となるでしょうがよろしくお願いしますね、マイカさん。カレンダー、想像以上に、うん、おかしなことを言っただろうか。
Thank you.
あれってママアクセイ。そこです。よーし、逃がさない。ファイヤー、行くぞ。行きますね。はっ、私たちの勝ちですね。ところで、さあ覚悟してもらうぞ。崩れた。いただき。強まりましたね。終点が近いのかも。気を引き締めていくわよ。だが安心してくれ、必ず君を救い出してみせる。強そうね。気をつけて。エネルギー充電、シュート。
共に過ごした一年は伊達じゃないからな。一年が始まる季節でも、私の幸運は健在みたいだって。その退屈な世界が今はこんなにも輝いているんだから。